ここをねずっとまっすぐ行くと右側に、出てくるのが広め市場になります。人が結構吸い込まれていってるのが遠くに小さく見えますので、もしかしたらもうオープンしているかもしれないです。高知の超有名観光名所ですね。はい、広め市場です。ではオープンしたばっかりだなと思います。広め市場の中をぐるっと一周回りたいと思います。あー、もうすごい人いっぱいですね。すえ、このようにいろいろお店があるので、買ってそばで食べたり、お酒を飲んだりすることができます。まだ朝早いので空席もいっぱい。お店はちょっと開いてたり開いてなかったりですね。このような感じで、お酒もあって、まだあんまりお酒は目立たないですね。でも飲んでる方もいらっしゃる。ここからは何番目？八色亭というお店がやっていて、ここが結構賑わってる感じですかね。あんまり涼しくないですね。オープンしたばっかりなんですかね。はい、いろんなものあるから、多分あの居酒屋とか行かなくてもここでずっと飲んでられる感じだと思います。はい、ここも真ん中もお店があって、インド料理なんてのもありますね。何でもありますね。ラーメン屋さん、本マグロ、マグロ屋さん、ビールはだいたい大ジョッキが900円で、中ジョッキが600円で、小ジョッキが400円という値段で統一されているようですね。メガってのもありますね、1100円で。もうビール飲みたいな、喉乾いたな。司食堂、これも有名です。ご飯食べようかなと思ってるんです、今日夜この本店で。はい、あと明神丸、まあ、何時からなんですかね。ちょっと時間書いてないですけど、まあ、要準備はしてますね。はい、こんな感じです。早速なんか飲みます。やっと今なんか席に着きましたけど、ちょっと現金決済の店が多いですね。私現金一応持ってないんで、とりあえず、ペイペイが決済で使える店があったので、そこで決済をしました。はい、ジョッキ、メガジョッキ1100円、いただきます。あとたたきをですね、カツオのたたきとウツボのたたきを頼みましたので、これをとりあえず食べたいと思います。はい、これなんだかわかりますか？高知名物のですね、ウツボのたたきでございます。高知県はね、ウツボを食べるんですよね。海のヤンニョ、ちょうどたたきも来ましたね。あのカツオも来ましたね。はい、ウツボ、カツオ、ビール、最高の組み合わせですね。はい、じゃあ食べたいと思います。様でした。はい、明神丸でカツオのたたきをいただきました。日本酒は3合ぐらい飲みましたね。酔っ払いました。はい、今現在時刻は1時40分ですね。ホテルの方のチェックインまでもあと1時間半ぐらいありますし、お腹もあんまり空いてないんで、まだちょっとすることはする時間がんあるんで、時間が余っているのでどうしましょうかね。ちょっと考えます。お酒の入る余裕はまだいっぱいあります。
はい、観光はしないと宣言したんですが、観光する箇所は2箇所あります。ここから近くにある、高知城、これは以前に1回行きましたけど、それと桂浜、これも何回も行きましたね。まあ見応えはあるんですけどね、まあ、白い砂浜があるということで、ちょっと遠いんですよね桂浜は。バスがタイミングよくあれば行けるんですけれども、交通手段を失ってタクシーで行ったりするとまあまあいい値段かかります。はい、どうしようかな。しかし暑い、35度くらいあるんじゃないですかね今。すでにね、日本酒は3合ぐらい飲んでいて、ビールはメガジョッキを3杯か4杯ぐらい飲んでるんで、まあまあ酔っ払いですね。でもまあ休日の過ごし方としては幸せな過ごし方ですね。はい、観光をどうするかだけちょっと考えながらちょっと歩きます。観光1個ぐらいしとこうよということで桂浜に行くことにしました。バスで1時間ぐらいらしいんですけれども、1300円ぐらいで連れて行ってくれるようです。ちょっと現金を持っていないのでね、決済の方法を聞かないといけないんですけれども、近くにバスターミナルと、チケットの販売所があるということなので、まあ、販売所があるんであれば多分クレジットも行けるんじゃないかなと思ってるんですけれども、ちょっと行ってみたいと思います。いや暑い。まあこれで1個ぐらい観光すれば一応形にはなるんじゃないかなと思っています。もうね、日本酒も3合ぐらい飲んでいて、ちょっとビールも2リットルぐらい飲んでるんでフラフラですけどね、ちょっと行ってみたいと思います。まあでもせっかく来たんでね、桂浜は2回か3回来てるんですけど、まあやっぱり綺麗なんでね、ちょっとね階段が多かったりとかちょっと大変なんですけれども、聞いてみた感じで考えます。はい、これですね、バス乗り場、マイユーバスというシャトルバスみたいのがあるみたいです。チケット売り場があるのかな。はい、ちょっと行ってみます。結局現金のみの扱いということで、隣にコンビニがあるので下ろしてきてくださいと言われました。はい、ちょっとローソンで下ろしたいと思います。暑い。はい、下ろしてきました。まだまだやっぱり日本は現金執行国ですな。はい、暑い。あ、桂浜まで行きたいんですが、はい。今日この後でいいですかね？うん？この後もでいいです？はい。はい、どうも。お服使えますので。はい。はい、ということでね、今の時間が2時40分ということで、多分、高知駅からかじゃ2453分、これですね。はい、今日休日ダイヤなのかな、休日ダイヤも一緒ですね。2時53分あるで、着くのが3時37分ということで約50分ぐらいということでございます。で、3時37分から、5時発が最終ですので、まあ、1時間ちょっと入れるということで、まあ、ちょうどいいぐらいだと思いますね。料金の方は1300円でした。往復と言われまして、買ったチケットはこのマイユーバスというふうなものを買いました。はい、どうも。はい、どうも。大丈夫です。はい、はい、バス来ました。乗ります。はい、桂浜までバスで行きたいと思います。約50分ぐらいで行くみたいですけどね、観光はちょっとしないつもりだったんですけど、桂浜は綺麗なんで、ちょっと行く時間ができて嬉しかったです。はい、これから参りたいと思います。
ありがとうございます。食べてください。食べてください。Well, you look surprised when we've done this all before. I'm not sure the highs really make up for the lows when words don't work and I get hurt. どうもお疲れ様です。はい、桂浜公園に着きました。暑い。観光する予定なかったんですけどね、さすがに食うだけでは、多少時間を持て余すということで、片道600円でバス、たまたま時間もね、バスの時間が、ぴったりだったんで1時間に1本ぐらい出てるようですね。はい、レンタカーで来た方がいいとは思うんですけどね、まあ私はお酒を飲んだりするので公共交通機関、タクシーだとちょっと距離があるんでね、1万円ぐらいかかっちゃうんじゃないかなと思いますんで、安く来れるのとタイミングが良かったのでちょうど良かったです。ものすごい暑いですね。多分35度以上あると思います。なんかでも綺麗になりましたね。前来た時こんな綺麗じゃなかったんで、昔はね刀剣とか刀剣場とか土佐剣はやっぱり刀剣がねあるんで、はい、海抜 5.7 メートル津波到達予測20分ということで、南海トラフ地震があったら早く逃げないと危ない。はい、現在地こちらの1番というところに、ここですね、今ここにいます。で浜の方に行くのにね、階段を上がっていかなきゃいけないということで、結構きつい階段上がっていかなきゃいけないんですけれども、上がっていきます。はい、あ、でもそんなでもないですね。これ上がったら龍馬像があります。はい、後ろ姿が見えます。だいたいどうですかね、10メートルから15メートルぐらいの高さでしょうか。坂本龍馬像です。龍馬像いまして、桂浜の浜の方まで降りていきたいと思います。波の音がすごいしてますね。あー綺麗ですね。何年かぶりに来ましたけど、桂浜海岸です。とても綺麗ですね。とても綺麗に整備されている高知県桂浜海岸です。観光名所になっているだけあって、やはり砂浜も綺麗ですし、ゴミも落ちていない、とても綺麗ですね。波の変化が激しいみたいで、遊泳は禁止になっていますので、海水浴とかは客とかはいないです。警備の人たちもいるので、泳げないという状況ですね。とても美しい砂浜ですね。奥には、岩があってですね、景色もとても素晴らしい。画面右上に建物4階建てか5階建ての建物が見えるんですが、まあ、おそらくちょっと知識不足でわからないんですが、宿泊施設だと思います。少しやっぱり海が近いのでね、風が向こう、凪の方から吹いてくる風は、時々涼しい風が吹いてきます。陸側から吹いてくる風と日差しはじりじりと非常に、暑く感じますけれども、時折海から吹いてくる風が涼しくて、心地よい感じになります。はい、とても静かですね。
もっとお客さん観光客でいっぱいなのかと思ったんですけれども、まあさほどでもないようですね。はい、ちょうどいい感じだと思います。はい、高知県桂浜です。こんな感じでよろしいでしょうか。バスがねもう1時間後ぐらいに、出ているので、ちょっとそれに時間に合わせて、帰っていきますけれども、それを逃しちゃうとタクシーで帰らなきゃいけなくなっちゃうんで、ちょっと大変なんでね、今回はちょっと食べるだけかなと。やっぱ高知ちょっと広いんでね、観光をしようと思うと、レンタカーがないとちょっと大変なんで、せいぜい行っても高知城ぐらいかなと思っていたんですけれども、まぁ、ちょっと時間に余裕があって、バスのタイミングも良くてこうやって桂浜まで来ることもできたんで、まぁ、YouTube 的にはちょっと撮れ高が上がったんで、非常に良かったなと思います。はい、この景色をちょっと見て楽しんだりして、バスで、夕方高知の方まで戻りたいというふうに思います。暑い。施設がみんな綺麗ですね。みんな建て替えたんだと思います。前来た時施設みんな汚かったんで、全部いっぺんに建て替えたような雰囲気ですね。はい、桂浜お送りいたしました。はい、帰りのバス乗ります。はい、すいません。はい、どうぞ。あ、涼しい。はい、有馬屋まで戻ってきましたね。気温はねだいぶ下がりましたね。まあ、それでも30度ぐらいだと思います。今ちょうど午後6時ちょっと前ぐらいですね。